皆さん、こんにちは。今日は学生時代ぶりにギターや楽器を再開する方にお伝えしたいことということで、ちょっと話をしてみたいと思います。このチャンネルではギターや楽器、その他音楽にまつわるいろいろな話題を配信してますので、よかったらゆっくり見ていってください。最近はですね、ちょっと自分の本当に隙間時間とかでスケールの練習したりとか、こまごまとしたことやってるんですけれども、あまりねたくさん見られるとかそういう類のものじゃないんですけども、記録としてアップロードしたり、ぼちぼちやっております。で、今日の動画なんですけれども、学生時代ぶりにギターだったりとか、それから楽器を始められる方、たくさんおられると思います。自分も、ギターをある程度再開して、もうそろそろ2、3年ぐらい経つのかな。多分それくらい経つと思うんですけれども、ありがたいことにですね、同じような感じで、久しぶりにギターを再開したけれども、指が動かないけれども、どういうふうに進めたらいいのか、参考になりましたとか、そういったコメントをですね、いただくこともありまして、こういう動画でも役に立つことがあるんだなっていうふうに思って、やってる意味もあるのかななんていうふうに最近ちょっと思っているところです。はい。で、今日の動画は、主に話の動画なんですけれども、自分がこの 2,3 年ぐらいいろいろ学んだこととかを動画でシェアしたりしたこともあったと思うんですけれども、実際いろんなことを、学んだり、昔できてたこと、できなくなっちゃったことをできるようにやり直したりとか、いろいろなことやったんですけれども、その学生時代の、とにかく バンドやりたいとか、ギター弾きたいとか、ギターボーカルやりたいとか、とにかく少しでも早く上手くなりたいみたいな、17、18とか、そういう頃とちょっとやっぱ環境とか状況っていうのは随分違うので、随分取り組み方っていうのも違いまして、自分はこういうふうな考えっていうか、心持ちでやってますよっていうのが、もしかしたら誰かの参考になったりするかもしれないなと思いまして、今日は、その動画を撮ることにしました。はい。で、実際その、ギターをこう取り組む上で意識してやったこともあるし、無意識でそうだったなっていうこともあるんですけれども、一つはうまくなるとか上達するっていうことをあんまり期待しすぎないっていうか、もちろん上手くなりたいんだけれども、その身体的な能力とか、もう10年とか、人によってはもっとな、長い間遠ざかってるみたいなことあると思うんですね。ギターだったり、ギターじゃなくても他の楽器でも。もう学生の頃やってたとか、もしくは習い事で、小さい頃やってたけどもう20年やってませんみたいな人も中にはいると思うんですけれども、そうなると昔は動いてたものも動かないみたいな、そのギターだったらC 押さえるとか D 押さえるとか G 押さえるとか、こういうオープンコードを一つ押さえるのもすごい苦労するみたいなこともあると思いますし、じゃあメジャースケールからやってみようかって言って、単純にドレミファソラシド、こう上がったり下がったりするだけとかっていうことでも苦労するっていうケースあると思うんですよね。自分もそうでした。こういうオープンコードとかもこう押さえてるとこう指が独立して立たなきゃいけないわけですけど、この
この立ってるこの感じっていうか、今5432まで鳴らしてますけど、これが分離してこう鳴っているこうイメージっていうのは昔でやってたからあるんだけれども、果たしてこの指のこの斜めの感じっていうか、指を立てる感じってどんな具合だったかなみたいな、一応イメージにはあるんだけれども、そこのイメージ差が実際にはこうなかなか埋まっていかないみたいなこととか、まあそういうのがありましたね。その、その昔できてたことだったらば、それがこうイメージはあるんだけれども、そこにこう会うまで時間かかるみたいなことはよくありました。なんでまあそういう元こうできていたことをもう一度できるようになるっていうには、その、まあ、自分の中にあるイメージとそこのギャップっていうか、そこを埋まるのに結構時間がかかる場合もあると思います。なんでまあそれは気長にやるっていうのが一つその心持ちとしてはいいんじゃないのかなっていうふうに思います。であとはそのまあ以前も動画でなんか少しお話したかもしれませんけれども、その社会人の人、まあ、自分もそうですけど、まあ、年代にかかわらず結構その楽器に取れる時間があんまり多くないっていうか、人も多いと思うんですよね。仕事がすごい忙しいとか、ライフステージも様々ですだと思いますし、これエレキブームとかがあった自分の親世代とかそれより上ぐらいの方とかは少し時間的な余裕とか、もしくは経済的な余裕とかできている場合もあるかもわかんないですけど、まあ多くの方は結構日々割と忙しいで、自分のまあ30代40代とかそれぐらいの人たちは家族がいたりとか子育てしてる人なんかは特にプライベートの時間が取れないとかっていうことはあると思うんですけど、なんかそのテーマを決めて、短い時間でもいいから取り組むみたいなのがいいのかなっていうふうに、自分としては思ってます。なんでまあ最近そのショート動画でメジャースケールのサンドインターバルとかやってますけど、こういうやつメジャースケールを一個飛ばしでやっていくみたいなのも、例えばこの5弦3フレットのルート音から、まあ、ここからのとりあえず今日はもうここだけやるみたいな、やるで、ある程度できてきたらこのオクターブのところ、スムーズにできなかったですけど、みたいな、その要は限定するっていうことです。まあその今日お話ししているような動画のそのテーマっていうか内容っていうのは、昔に友藤田さん、バークリーの音楽院の教授されている友藤田さんのライブに結構何回も行ったりとか、レッスンを1回しか受けてないですけど、個人レッスン受けたりしたことあるんですけど、まあなんかそう、あと YouTube とかもそうですけれども、そういうところの考え方みたいなの結構知らず知らず影響を受けてるなって思ってまして、まあなんかこうゆっくりでもいいからやっていくっていうことだったりとか、その限定するリミテーション、制限を作ってその中でこうやっていくみたいなことが
まあ役に立ってるなというふうに思います。はい、あと今もう10分ぐらい話してるかな。はい、であとはなんだろうな、あとそのこう気持ち的な面で言うと、まあ楽しむようにするっていうのが一番かなって思ってまして、まあ、こういう練習とかも、まあなんかこうなんていうのかな、トレーニングだっていう気持ちでやっていくと、こうなかなか毎日続かないっていうこともある。まあもちろんその集中してやった方が効果は高いと思うんですけれども、なんかそのまあ、普通にこうコードを抑えてこう楽しいっていうところから音が鳴って楽しいみたいなところをなんか割と大事にするっていうか、まあ、そんなに難しいことはできてもできなくてもなんかあんまり一喜一憂しないっていうか、でなんか自分なんか今年は楽器を弾くのもやりましたけれど、なんかそういうエフェクターを組み立てたりとか、そういう体験みたいな、そういうワークショップみたいなの行ってみたりとか、最近はプロのギタリストの方とかもなんかトークとセッションライブみたいな、そういうイベントとかも結構東京の方とかだと割と参加費とかもあんまりかからないで行けたりとかするんで、まあ、そういう機会を行ってみるっていうのもいいと思いますし、まあその時間とそれから余裕っていうか、いろいろなタイミングが合うんであれば、もちろんそのアーティストのライブに行くとかっていうのもいいと思いますしね。まあそんな感じで、まあその大人っていうか、なんかいいところっていうのは自分のペースでできるっていうところが一番いいのかなって思ってまして、まあバンドやってると、まあバンドやりたい人はやったらいいと思うんですけど、結構バンドって割と人間関係もあるし、そのまあいつまでにこのクオリティでやろうみたいな、結構そういうハードルが結構あったりすると思うんですけど、まあそのプレイヤー同士の力量の差とかいろんなことがあると思うんですけれども、まあ一人でこうやって楽しく気楽にやってる分にはなんていうか別に誰にも迷惑かかんないし、楽しんでやっていけるんで、まあ気楽な気持ちで、楽しむのがいいんじゃないのかなと思ってます。まあ最近なんか本当どうだろうな、やっぱり5、60代ぐらいの方が多いのかなって、あんまりその自分ぐらいの年代の人でその割となんか楽しみでやってるっていう感じで動画配信してる人ってあんまりいないような感じがしていて、若くてすごく上手い人とかプロの人とか、まああとはもうある程度こう時間的余裕が出てきた5、60代の方とか練習の記録とかいろいろ上げたりしてるのとか、よく見るようになりましたけれども、まあ、そんな感じで楽しく続けるのがいいんじゃないかなと思います。はい、ということでまたつらつらと、なんとなく自分の体験したこととか思ったことを話してみました。何かしら、まあ、参考にある方がいたら嬉しいと思いますし、どっちでもいいです。参考になっても参考にならなくても、見てくれた方はありがとうございました。まあそのカメラ回ってるとやっぱりね、なんか少し緊張するのもあるし、思うようにできたりできなかったりすることもあるんですけれども、まあ、ようやくなんか少し指も少し動くようになってきたりしたんで、ある程度なんかたまにはカバー動画見たのも上げてみたりするかもわかりません。ショート動画の方は相変わらずなんか練習の記録みたいなのも上げたりしてるかもわかりませんけれども、まあ、もしなんか
面白そうだなって思うものがあったらまた見てください。それではありがとうございました。またお会いしましょう。それではまた。